皆さんこんにちは、オートマロータリーのりです。早速オープニングでね、山上さんのもう超かっこいい動画を流させていただいたんですけれども、今回の動画はですね、先日トラスト企画さんが、RX8 を、なぜ買ってはいけないのかみたいな動画を上げたと思うんですけど、ちょっとこちらに関してね、ちょっと思うことがあったので冷静に反論させていただきたいと思いました。今回の企画ではですね、8を約2年所有させていただいている、素人オートマロータリー乗りの私に加えて、8所有歴は2年、かつ、長いことボーツカーを所有してて、そういう情報も発信しているペイジさんと巻き込んで、このような、対談形式の動画をお届けさせていただきます。どうしてもね、認めざるを得ないところはやっぱりトラスト企画さんの動画構成は本当にうまいですし、ビジネスでそれだけ成功してチャンネル登録者数も増やすことができているっていう要因もそのうまさから来るかなと思うんですけど、ただどうしても私たちはいわゆる8の良さもそうなんですけど、いわゆるちょっと大げさに悪く言われているところに対して解説であったりとか、それこそ実体験をそのまま動画化して皆さんにお届けすることをやっている身としては、もう正直このまま何もしないのもなんか尺に触るなっていうのもありますし、でも私個人としては何よりも特に若い人が今8を所有している方であったりとか、それこそ検討している方であったり、全て当てはまると思うんですけど、安い個体であってもどちらにせよ高い買い物にであることは変わりはないので、すごく熟考して思い入れを持って好きと思って買ったのに、そこでなんかただただ嫌な思いになってしまう、動画をそのまま放置するよりは、せめてそちらに対して言ってること本当にそうなのっていうところを、ちょっと問題提起するような動画にしたいなと思いました。なので今回の動画はですね、なんか車が映るというよりは本当に私とベイジさんだけが映ってるような対談動画になるんですけれども、最後までお楽しみいただけたらなと思います。早速、本題に入っていくのであれば、例の問題動画、今話題の反応すべきじゃないっていう声もあるけど、僕らで共通してるのって裏をしっかり言語化して皆さんに広めたいっていうのと、若い人に関しては特に嫌な思いさせたくないっていうのがあると思うんで、全部見てぶっちゃけ感想どうでした？まず全部見てざっくり全部見て、今回の動画見て僕が最初に感じたのは、今までの8こすりの動画はどっちかというともう小的に8をリフトでブスターしてみたり、ひたすらディスりまくってみたりっていうので、明らかに炎上したり、お怒りを周りからリアクションをもらうっていうのも前提に作ってるのが分かる動画だったんで、炎上狙ってるし、リアクション狙ってるんだろうなっていうのが分かったんですけど、今回はどっちかというと、もうその8を買うっていうことに対して小的な要素よりももっとこういうデメリットみたいなのを羅列していってたんで、そこに関してはちょっと攻め方を変えてきたなっていうのは思いましたね。僕はディスりなんだけどアプローチが違うみたいな感じですね。賢いなと思いました、正直。いや、おっしゃる通りですね。自分もその全体の感想を言うのであれば、まず認めなきゃいけないところを認めなきゃいけないと思っていて、うまいなと。いや、本当にうまいなと思う。いや、すごくうまい、本当に。もうビジネスをこれだけ大きくしてきて、チャンネルも登録者数も増えてきてみたいな話題にも、なる動画いっぱい作ってきた、もう実力があるんだなっていうのを正直、見て思いました。言ってること全部が間違ってるわけではないんで。そうですね、今までのに比べたらね、その中古車はメンテナンスがどうだったかっていうのが大事だったっていう話とか、的を得てる。その8に限らず、どんな中古車を選ぶにしても、それは確かにその通りだなっていうポイントも何点かやっぱあるんですよ。
そうですね、これは間違ったことないっていうのは、それはあるんですけどね。まあ、ちょっとその極快的な、極端な表現が多々あるなっていうのが気になったっていう。いや、もう本当におっしゃる通りで、いや、なんか自分も最初炎上狙いかなと。でもその割に落ち着いてるなと思ってたけれども、まあ、だんだんその話してる内容からして、うん、異常に大げさかつ主観的だよなって思って、うん、そして、まあ、一応、まあ、僕らって、まあ、ヤフオクとかよく漁るじゃないですか。そしたら大体トラスト企画売ってるエイトの部品でめっちゃ高いわけで、こいつら価値分かってるから絶対分かってやってるでしょっていう。しかも結構いいパーツをちゃんと売ってるんですよ。マツスピの羽バンパーとかね、あとまあ、うん、エイトを乗られてる方だったら絶対出てくる触媒問題、ね、なるべく触媒、社外もめっちゃ値上がりしましたからね、この1年で。定価も上がってますしね、やっぱりあの本当に原材料自体がやっぱり上がってるし、まあ、エイトを乗られてる方だったらね、触媒がどうこう、まあ、僕も経験してますから、触媒崩壊したっていう、うん、やっぱりある日突然マフラーからカラカラ落としますからね。動画鳴ってましたもんね。びっくりしましたもん、見て。自分もそうなっちゃうかなっていう。排熱とかその排圧の問題なんでしょうけど、もうとにかく普通に乗ってても距離でそういう劣化をしちゃうっていう、もう触媒が必要だっていうのが分かってて、相場もそこそこ高いっていうのが分かってて、でもちゃんとそこそこまあ程度の良さそうなやつをいい値段でやっぱ出されてる。ね。で、まあそのパーツもそうですけど、やっぱりその8っていう車種に関して、言い方悪いけど安いし、まあゴミみたいな扱いのことをよく言うんですけど、ただじゃあその安いからじゃあ当然、ね、業者目線で見れば仕入れも安くなるし、まあ買い取りにしても安くなる。でも、そこから商品として利益を出そうとしたら、そこからいいお金になるものがやっぱりただ出てくるわけですよね。そうですね。個人売買しなくても、触媒なんて今、触媒だけの買い取りの業者さんもすごいいますから、うん。パラジウム鉱石、あの、集めて売ってるところもあるんで、ああいうところに変なし、転売することもできるわけで、安い車体を仕入れるっていうのはすごい、ね、安く車体を仕入れる環境っていうのはすごく、ああいう中古車業界、中古パーツ業界にとってはすごくいい玉になってると僕は思うんですよね。一ビジネスマン目線として、ね、物売りの考え方で見たときに、まあ、それは絶対いいやらりが取れるだろうなっていうのは分かりますし。本当にね、なんか、一回、もう今は多分、もうさすがに売れてると思うんですけど、過去にヤフオクで、なんかマツダスピードのなんかウィンだったのか、別の箇所だったかな、うん、まあ違う部品だったと思うんですけど、うん、まあなんか数万円でまあ売られてましたと。で、トラスト局って一応そこはちゃんとしてる会社だから、ちゃんと取り付けてる車両とか全部書いてるんですよね、詳細。うん、そしたらなんかタイプ E とか書いてて、うわ、絶対これオートマだからって入れてめっちゃ安く仕入れて、パーツだけでもうそれでもうね、稼いでるんちゃうかなっていうのがすぐなんか見えてしまうというか。マツスピの羽とかなんかもう、まあ今あんまり相場は僕見てないから分かんないですけど、マツスピの羽なんかも一時期ヤフオクとかでも5、6万普通でしたからね。あ、です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 。だからそれこそ、ね、あのね、過去に伊藤間さんが8乗った時に、うん、多分マツスピのウィング買いましたって動画残った時は、うん、あれ多分ね、3万もしてないはずなんですよ。記憶が間違って。そうですね。動画の頃だったらまだそうですね。そう。で、それがなんか僕が多分買って、かつちょっとカスタム意識し始めた頃に見ていくと、まあ6万とかがザラにあるみたいな。そうですね。マツスピ関係のそのバンパーとかウィングは、僕がいいとかあった時点でも、あ、こんなにするんだっていう。高いな。まあそれヤフオクでも高いし、アップガレージみたいな店さんで見てもやっぱそういう金額だったんで、金になるんだなって、あ、結構高いんだなっての僕そこで乗り換えて初めて知りましたけどね、そういうのも。需要がある。まあでもね、まあカーセンサーでも常に検索1位になってるぐらいですし、うん、まあもちろん多分ね、さすがに理由は安いからっていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあでもね、実際にじゃあ安くて本当にゴミだったらそんなになんだろう、そのファンもいないわけだし、ロータリーミーティングもないわけですし、やっぱりね、それだけ愛着湧く車だから、まあ、でもそれが分かっていて、ね、こうやってうまい感じに動画を作ってんやなっていう。まあ当然ああいう商売されてるお店さんなんで、8を実際に乗られた経験もあると思いますし、どういうフィーリングかっていうのも、おそらく分かってるはずなんですよ。まあ、それこそ押してる GTR だったりとか、あんなものに比べたら、うん、それは当然、スピード感も違うでしょうし、ね、値段がまずも全然違うから。っていうのを考えたら、まあ、単純に比較はできないんですけど、ただやっぱり、まあ、8をこんだけ、中古車でも検索もされてるし、実際ユーザーさんも非常に多い。
車ってなってきて、まあ、実際我々乗っててもやっぱそれって何か面白い部分、乗りたいなと思う部分があるから皆さん継続して乗られるわけなんですよね、うん、お世辞にも安いコストとは言えない車にね。ね。もうこれはもうオーナーならみんな絶対わかると思うんです。いや本当にそうですよね。だからまさに私たちオーナーだからこそっていうのと、まあ、それこそ、まあ、今回 YouTube でちょっと発信している立場だからこそ、やっぱりどうしてもねこの部分はマジでちょっと解説ちゃんと入れてあげないと、これからいいと買おうと思ってる人たちが、うん、なんて言えばいいんだろうな、やめた方がいいのかなとかってそういう偏見を持って、それだけはかわいそうだし、もう一番かわいそうなのは最近いいと買ったばっかの20代とかの人で、そうですね、そうでボロクソ言われて好きで買ったはずなのにみたいな、なんか買ったのに、え、なんかそんな車なのみたいなね、不安を吐き立てられるのもちょっとかわいそうじゃないですか。あ、やっぱり売ろうかなとかね、演技的なかったと。そう。いや本当にね、もう最初から自分の意思で、あ、もう飽きたと、違う車に乗り換えたいであれば全然いいんですけど、うん、こういう類もいると思うんですよ、きっと。なんか、あ、やっぱやめといた方がいいのかなって言って、うん、でそういう人たちが搾取されるっていう構図が一番嫌いなんだなって。まあ結局ね、安く車手放してねえっていうのもなんかバカらしいですね、本当に。せっかく好きで乗ったんだったらね。そうなんですよね。だからまさにそこで本当に噛みつきたいポイントって3つあると、うん、はい、動画の中で大きく3つのパートがあると思ってて、まあ、部分部分一緒にちょっとお話できたらと思うんですけど、はい、まず1つ目が冒頭で某 M さんが言う8の嫌な三拍子、はい、遅い、燃費悪い、そして壊れやすい、これについてちょっとまずお話ししたいですけど、なんか僕まず思ったのは、遅いって何を思って遅いんやろっていう、あ、何と比較するかですよね、その遅いっていうのがね。そうですよね。なんかそのしかもその街乗りで使うかっていう観点と、うん、まあ、サーキットで使うっていう観点でも多分両方ともその遅いと速いの意味も変わってくるし、多分8どっちもしっかり、なんだろう、まあ議論できるって言うんですけど、ね、話せるはずなんですよね。で、まあ僕は街乗りなんで完全オートマだし、僕から思うのは8これで遅いって言うんやったら、これより速いなんか 2000cc クラスの NA でなんか、はい、何を探せばいいんだろうみたいな、なんかマツダ3もシビックも、まあ、確かに速いけど、うん、なんかこの価格帯で FR で楽しくて、うん、で別に全然0-100がなんか11秒とかなら話は分かりますよ、うん、実に10秒切るし、まあ一応ね、あのカタログスペックと、まあ、実馬力が開示してるっていうのは実際あるんですけど、はい、まあ、でも言ってたら250ないし235っていう馬力のカタログスペックが、うん、まあ、確かにその街の乗りで正直乗る分にはもう普段使いしてて、もう自分も通勤で毎日乗ってますし、うん、もう子供のね、あの送迎とか買い物にも使いますけど、もう本当に全く不便はないですよ、あれだけあれば街中で乗るなら全く不便はない、正直、うん、で、まあ、サーキットとかで使われる方ですと、まあ、確かにそのピークパワーだったりとか、その直線のスピードっていうのは、その変な話、天禄とか天パジのシビックに負けたっていう話も、ただ見まして、確かにそういう意味で言うと、トップスピードとか加速っていうのは、8よりも速い車って、ただあるとは思うんですけど、ただやっぱそれも、結局自分がどこまでのそのタイムだったりとか、どういうその遊び方を求めるかっていうところで、やっぱり良し悪しとか、速い遅いの必要なレベルって変わってくるじゃないですか。でもやっぱその、速い遅いっていうのも確かに、スポーツカー選ぶ基準かもしれないんですけど、ただやっぱ男性オーナーの立場として考えたときに、一番8乗ってて楽しい部分って、もう全オーナーさん理解してもらえると思うけど、とにかく、あの、ハンドリングとコーナリングなんですよ。ね。あのハンドリングと、もう何とも言えないあのコーナーの旋回のスムーズさというか、もう張り付くようにファッと曲がっていく感じ。本当に。で、全然もうスピード乗せたまんまでもまだいけるんじゃないかな、みたいな、その、ヒューっていう曲がり方って、あれはやっぱりなかなか他の車種では味わえない感覚ですよね。いや、本当におっしゃる通りで、自分を、まあ、ペイチさんと比較したらまだまだ全然乗ってる台数は少ないんですけど、でもやっぱりいろんな車乗ってきてる中で、こんなにもカーブが怖くない気持ちいいみたいな。でももちろんロータリーのエンジンの、まあ、特性的に自然と吹き上がっていって、レスポンスもいいし、みたいな。もうなんか本当に楽しむために作られた車なんだなって思っているし。本当にファントゥードライブですよね。もう今のあのトヨタじゃないですけどね。本当ファントゥードライブですよ。あれは、いやドライバーって言ってますけど、本当にドライバーを楽しませるっていうね、そのメーカーの意図が詰め込まれている車だと思いますね、あれは本当に。ねえ。しかもそれで、まあ自分はまだサーキット行ってないし、多分あと10年行かせてくれないと思うんですけど、はい、まあでも、サーキットではつくば1分切ってますもんね、うん、この前、8も。もう、8のサーキットアタックがトップ勢はすごいレベルにいってますからね、本当に。これを全部踏まえても、何を
って遅いんかなっていう、すんごいぶっちゃけた話、まあ、サーキット行かなくて、とりあえず直線スピードめちゃくちゃ速く行きたいっていうか、速く感じたい、うん、でもお金をそんなにかけたくないっていうんだったら新型プリウス買えよって思っちゃうんですけどね、うん、確かにモーターのトルクのスピード出してすごいですからね、あれね。本当になんかね、長所と短所っていう部分で言うと、なんかすごいパワーがあるないとかっていうのはね、本当にまあ、個人の主観によるものだし、持ち主のニーズとか用途によって、全然必要な部分っていうか、必要なレベルが変わってくる要素なんですけど、うん、スポーツカーなのにパワーがないって言われたら、それはなっていう、それを言われたらなっていう感じではありますけどね、正直。そうですね。だって、一個ちょっとどうしても疑問に思っちゃうのが、うん、RX8 はこんな風にプロクセ割れるのに、はい、ロードスターってそう言われないじゃないですか。あんまり言われないですね、確かにね。そう、別にロードスターだってその速さを求める車じゃない、楽しさだし、多分8も同じようなコンセプトだったはず、うん、僕もそれを思いますね。コンセプトはね、もう尖りきってない、まあ、あくまでもそのアメリカでね、あの保険料下げるのにヨドバでカルコン使えるようにかけたら、だからただまあそれでもマツダのポリシーとして乗る楽しさ、操る楽しさっていうのはコンセプトとしてキープしたいっていうのがあるから、僕も本当に今ロードスターの話に出されましたけど、似たコンセプトはそっちだと思うんですよね。 FD とか FC じゃなくて、そのパワーとかじゃなくて、本当にハンドリングで楽しむ、自分で実際に操って楽しむっていう、そこを求めてる、まあ、そこをユーザーに訴求した車だと思うんで、どうしてもそのロータリーエンジン積んでるんで、比較対象が FC、FD に比べてどうみたいな話になっちゃうんですけど、やっぱ別物だと思うんですよね、僕は。本当にそうですよね。だって、まあ、もともとそれこそ、家族できてクーペ乗れないけど、スポーツカー乗り続けたいっていうようなね、ターゲティングで、8を作られてますし。うん、で、ま、自分今の僕。あ、そうそう、ですよね。ペイさん。まさにそうですよね。はい。めちゃめちゃ重宝してますけどね。ですよね。だから本当に、このね、重量とかも考えたりとか、まあ、その、車のバランスとかっていう、それも全部ロータリーだから実現できたって言えるし、だからね、なんかその 2000cc NA で遅い、そうですか、確か、なんか、ね。あ、そうですねって、もう、まあまあ、もっとパワーある車ありますよねとしか言いようがないですよね、本当に。うん。だってね、あの986とかと比べたら、多分8の方が早いんですよね、確か。なんか、GR になると、多分負けるけど、0、100で、うん。そうですね。あの86なんか本当にあの辺はいい勝負じゃないですか、パワー感的にも、ね、でも86はなんかそんなにボロクソディスられないですけどねなんか不思議ですよね。なんか別に86ディスりたいわけじゃなくて、別にディスるつもりもないし、ディスりたいと思いもないし、なんだろう、なんでこんなに8だけ言われるんやろなっていうのはすごく不思議ではありますよね。パッケージング的には似たようなスペックだと思うけどね、本当に。86もどっちかって言ったら、そのね、あのパワーでうんぬんとかよりは、もうその乗る楽しさ、操る楽しさっていうコンセプトでトヨタ出してますから、まあ、まさにいい、そういうターゲットに向けて作った車だと思いますけどね。あれでね、2代目にもなってっていうことで、86はね、ブランドが続いてるわけなんで。本当にそうで、まああとあれですよね、一応エンジンはスバルの水平対抗ですよね。さあ入ってますからね。そう、貴重なエンジンですよね、あれも。楽しい、絶対楽しい。三拍子のその、まあ、遅いの次にあった燃費悪いの話なんですけど、これはちょっとどちらかでも質問になるんですね、ペイジさんに対して、はい、僕はまあ、多分オートマだからっていう理由と、まあ、そういうめっちゃ渋滞するみたいな環境に、まあ、その関西にいた時も、今関東にいますけど、なんかそういう環境にいないから燃費って7を下回らないんですよ、僕。ああ、でもそれはすごく優秀ですよね。そうなんです。なんかだから7って別になんか今最近のスポーツカーでもまあ8とか9とか7とかなんか全然、しかも僕あれですよ、なんかめっちゃ燃費運転意識してるわけでもないんで、普通にね、回したりとか回してるし、そう、だからそんなに燃費悪いんかなって、その急、他の、だから長距離でめっちゃ意識したときに、確か僕の言ったらめちゃくちゃ頑張って記録出したのが、ね、リッター13だけど、めちゃくちゃすごいですね、それは。そう、でもそれ1回限りなんですよ。で、それでもなんかシルビアだったかな、 S15 とかだと15出せるとかになると、それと比較したら確かに燃費悪いなとは思うんですけど、そんなに燃費意識した運転をスポーツカー乗りするんでしたっけって、ですし、やっぱりその僕の感覚ですよ、古い人間の感覚ですけど、はい、やっぱりそのスポーツカーで、まあ、基本的にまあ燃費云々っていうのもまあちょっとナンセンスな話ではありますし、まあ、スポーツカーで例えばまあ燃費がね、大体僕らが20代若い頃にね、あの走って遊んでところって言ったら、大体どんなスポーツカーでも燃費なんてまあよくて8とか7とか8なんて分回したらもっと下がるし、例えばホンダのシビックとかインテグラとか、まあ、あの16とか18のエンジンで VTEC で切り替わってパワーがあるみたいな、ああいうホンダの
B 型エンジンとか昔の K 型エンジンとかそういうやつは確かに街乗りで使ってるだけだったら11とか12行ってました。へえ。いわゆるリッター11、12行って3キットに持ち込んだらリッター6とか、まあやっぱりハイパワーで燃費も両立してて、やっぱそこはさすがエンジンのホンダだったなと思うんですよね。ああいうなるほどです、ね、エンジン、あれは本当にすごい技術だと思うんですよ。でただやっぱロータリーってもう構造的にレシプロエンジンとそもそも構造が違いますし、まあ僕も一回動画で出してるんですけど、1燃焼サイクルに対してプラグの点火回数も1回で燃焼おにぎりがぐるんと回るタイミングでパン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 で3室分燃やしてるわけなんで、そうですよね。でなんか当然点火回数も多いしエンジンもオイルもそんだけ吹きますし、ただやっぱりそのレシプロエンジンと構造はそもそも燃費には有利な構造がないんで、まあ、その代わりコンパクトでハイパワーな動力っていうのがロータリーのメリットなわけなんで、やっぱそのロータリーエンジンを好んで乗る人ってそこはもう初めからある程度は割り切って乗ってる方が大半だと思うんですよね。まあ、そうですよね。で乗り換えて、うわなんだこれめっちゃ燃費悪いとかって後からガビーンみたいな人まずいないと思うんで、もう分かった上で買ってるはずなんでね。まあ、特に今だとね、もういっぱい YouTube の動画があって、それこそ、マサナオさんがいっぱい動画出し始めた時とか。ですね。まあ、あれでいいと買われた方、多々いると思うんですよね。まあ、自分もその一人ですけど。はい。はい、やっぱ、マサナオさんっていう、エイト界隈のね、YouTube されてる方だったら、まあ、もう本当、神がかり的な存在に、今なってる、ね。まあ、あの動画の影響で買われた方、多々いると思うんですけど、うん、やっぱり、だってネットで情報も収集しやすい時代ですし、実際にその乗られてる方がどういう使い方してて、どういう、燃費が出て、こんなとこが故障してメンテしてとかって、もう調べたらいくらでも出てくるわけなんで、だからまあ分かってて買ってるはずなんでね、に関しては。で、もっと言うと、大人気の FD とかは、もっと燃費悪いですからね。言うても向こうはツインターボですから、シーケンシャルツインなんで。それはそれちょっと楽しそうですけどね、あのそのいざ走るってなったら。そう、走るのも最高ですけど、ただ燃費で8がうんぬんって言うんであれば、正直もうそれはロータリー車全般同じことなん、まあ、そこはちょっとナンセンスかなと思いますけどね、それを飛ぶの。まあ、確かに。なので、まあ、ここに関しては燃費悪いのはもうその通りですと。でもそれはちゃんとただただ燃費悪いだけじゃなくて、その分別のところね、まあ、メリットって言ったらあれですけど、まあ、そういう8でしか体感できる楽しさっていうのはその中にあるよっていう。ね、でしもやっぱロータリーを乗る人はもうある程度そこは織り込んで買うのが大前提かなっていうのは正直思ってますよね。だから実際僕も先の方でお話ししていただきましたけど、実際あの自分も通勤路がね、あの岡山なんで、あの国道の2号線を使うんですけど、まあ、めちゃくちゃ渋滞するんですよ。もう本当にゴミみたいな通勤路で。片道10キロとか15キロの距離のね、あの岡山から隣町までって移動するだけで、本当に40分とか小1時間かかるんですよ。で、雨が降ったら 100% に近いぐらい事故も起こるし、渋滞もするし。なんか今冷静と聞くとなかなか地獄ですよねそれ。でそんな通勤で朝晩僕通勤して毎日5、1時間近い通勤渋滞食らって、まあ、変な話もう1速2速のオンパレードですよ、うん、1速2速たまに3速すぐ2速みたいな。平均時速だって15キロの通勤距離1時間なんで平均時速15キロなわけですよ。そんだけしか出してないわけなんで。ひでえ。でもあんだけエンジンに過酷な状況で走ってても、それでも納車当初フルノーマルの状態でも 6.8 で、それからだんだん自分でタイヤいじったり給排気いじったりとかってどんどん燃費が下がる行為を繰り返してきて 6.2 とか 6.3 で、そこからちょっと自分でそのエンジンのコンディションを良くしようと思って、うん、まあ最近そのスーパーゾイルっていう添加剤を試してるんですけど、そのゾイルを金属修復剤系の添加剤を入れてみて、今2回オイル交換で使ってみて、リッター 7.3 まで増えましたからね。それですげえ。あの環境でですよね。あの環境で毎日渋滞ですかって。だからやっぱりそれもコンディションというかメンテナンスによって全然変わってくるなっていうのは、自分の車を使って実験してるんで、うん、それはすごいあの言えますね。結局その使い方とかメンテの仕方によっても全然変わってくるもんなんで、燃費なんていうのは。郊外で8乗られてる方なんかもっと燃費いいと思うんですよ。7、8普通に行くんじゃないですか。そうですよね。だ僕がその兵庫住んでた時の環境とか、まあ、大きい国道とかあって、うん、満タン入れるたびに多分高速4割下道6割ぐらいとかで、うん、7を下回ることなくていい時は11とか、あ11は高速でいいんだ、まあ、10か相当いいと思いますか。いやそこなんかロータリーとオートマはめちゃくちゃ相性いいんだなっていうのはやっぱ思いますよ、うん、自分の乗られてる環境だったりとかね、そういう使い方っていうのも、うん、それでも本当にそれぐらい差が出てくるわけだから、同じ8ユーザーでも僕とヨシエさんねこんだけ違うわけなんで、プラグの思い方もそうでしたもんね。メンテナンスの頻度も変わってくるし。そうですよね。だからそこでまさに次の壊れやすいっていう話になるわけなんですけど、うん、なんか
僕はそれこそ8だけじゃなくて、その自分の車を持つのが今2年目なんで、なんか本当に壊れやすいかどうかっていうのが正直自分の主観の範囲がすごく狭くて何とも言い切れないんですけど、あくまで事実ベースで言うんだったら、車購入してまあラジエーター交換しなきゃいけなかったのと、サーモスタット買いなきゃいけなかったのと、あ、2回夏場になってましたね、あの、はい、そうそう、オーバーヒート寸前になって、であとなんだ、だってあの2つはもう間違いなくやらないともう廃車になってしまうっていう重症な故障ですからね、やっぱり水回りの。そう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 、ね、そうですよね。だからもうそれ以外だとマジで、そうですそうです、 あとあれか、あの足回りサスペンションとかもうブッシュとか全部取っ替えて、うん、まあでも変な話それ変えなくてももちろん乗れるけど、なんかぐらいかな、はい、故障というかもうメンテナンスリフレッシュですよね。もうそのオーバーホールにしか言えば、あの車体のリフレッシュに当たる部分なんで、ってなってくるとヨッシーさんも実際ラジエーターとか水回りサーモとかいうのがあっただけっていうことですもんね。そうですね。なのであとあれや、あのダッシュボードの割れてるところ、はいはいはい、無料ですよね。割れたままでも走れますけど、まあ一旦変えたとして、はい、あとあれだ、冷却ファン、はい、冷却ファン、はい、あれをもう変えなきゃいけない。じゃあこれもう全部冷却系ですね、僕は。なんかそれだけで合わせると16万ぐらい、はい、まあでもその辺って別に8じゃなくても古いスポーツカー行きますけどね。いや、やっぱりそうですよね。だってスポーツカーがダメになるって、別に旧車だったらそんなのもんちゃうのっていう、8云々というよりももう本当にある程度10年20年経ったスポーツカーじゃなくても10年20年経った車なら起こり得るトラブルですよね。ヨシエさんが今その修理歴の話でされたんですけど、僕ちょうど今今月6月じゃないですか、今月で8がちょうど2年なんですね、はい、正直買う前とかってネットでもそういう故障の話めちゃくちゃ見ましたし、結構ビビってたんですね。ただまあ自分はそのロータリー専門店で、まあ、どういうユーザーさんが前乗っててっていうのも聞いた上で自分は買ったんですけど、まあ、街乗りしかしてない、ほとんどもう見栄えチューンみたいなね、ホイール変えて車高下げてみたいな、もう見た目だけチューンみたいなんで、そんな走ってる人じゃないみたいな話も聞いて買ったんですけど、まあ、2年経ってみてこれは直さないと本当に困るなって思った修理は、区間の真冬にウィンドウレギュレーターが壊れて窓が開かなくなったんですよね。あれが一番しんどかった。雨降るな雪降るなだけですよね、お祈り。でも本当にそれはめちゃくちゃ困ったんですけど、ただ2年乗ってて、まあ今おっしゃってた冷却系のトラブルも今のところはないですし、で、あとそのよくネットで見てたら皆さん定番で出てくる、エンジンチェックランプ、パルテノン神殿。はい。で、水回りのあのランプっていうのも今のところ一回も過ぎたことがなくて。あ、それ同じくです。はい、あ、まあ、パルテノンは僕つきましたけど、その。あ、まあパルテノンはそうです。出ちゃったんで。はい。そのチェックランプ系も未だに1回もついたことがなくて。なるほど。本当に予防メンテとしてやってることっていうのは、本当に納車したタイミングで変化系全部変えたんですよね。納車したタイミングでプラグ、イグニッションコイル、プラグケーブルのその3、全部新品に変えて、で、あとはもう定期的に各種オイル類、走行距離でエンジンを売れたら3000とかっていう形でまめに変えてるだけ。だから本当に必要な、どうしても修理しなきゃいけなかったトラブルって、僕は今のところパワーウィンドウだけなんですよ。故障に関しては。まあ今から出るかもしれないですよ。年式的にもね。わかんないですけど、今2年乗ってて、そこに関してはすごい拍子抜けで、まあなんでそんなことを言うかというと、僕が前に乗ってたインテアール、DC2、DB8 っていう初代のインテアールなんですけど、あれを当時23歳だったかな。だから16年前に、当時50万円で、9万6000キロの走行距離のインテアールを買ったんですね。で、そのインテアールに関しては、50万で買って、最初の1年間で、まあ、とにかく壊れたんですよ。どこがって言うんじゃなくて、本当に壊れまくったんですよ。もうエンジン周り。センサー周りから、で、なんならもう、それに付随して、アモリはするわ、足周りで、ハブは片方行ったら片方行って、片方行って、みたいな感じで、1年間、まあ、サーキットとか山行ってたんで。当時購入した時は、新車から何年ぐらいの車だったんですか、当時。僕が買ったのが96スペックっていう初期型のインテアールだったんですけど、2007年か。11年持ちですよね。今、8買った時よりも、新しいですからね。今の8は。確かに、確かに。八兵衛2005年式ですけど、今僕らが8買った電子距離新しいですからね。11年落ちって新車みたいなもんですよ。あ、そう。10年落ちなんか。それでも50万で、まあ当時は相場も安かったんでね、50万で買って、1年間で僕チューニング、まあマフラー変えたりとか、そのチューニングしたいじゃないですか、若い時って。チューニングして、
で、それに付随して修理がむちゃくちゃ入ってきて、まあ乗りまくってた、使いまくってたのもありますけど、1年間で軽く100万いったんですよ。よう出せましたね。金ないからローン組んでとかね、もうむちゃくちゃですよね。で、それで最初の車検、車検ついてたんで、最初の車検が1年未満だったんですよね。で、最初の車検を友達がホンダのディーラーにいたんで、まあその彼に頼んで車検を、ただその時に、ここ直さないとちょっと車検通せないですって言われたポイントが、まあいろいろ出てきて、最初の車検で僕が払ったインテの車検で28万です。えぐっ。初回の車検。今言いましたけど、1年間と車検で僕128万払ってますからね。え、まあ、そういうお金の話でいくと、まあその買いなきゃいけないことと、車検と、まあカスタムとか全部入れて128でおっしゃってましたよね。はい。ただチューニングに回した部分よりはその車検と必要なメンテナンス費用の方が半分以上占めてますので、やばー。それを考えたらそのラジエーター変えてヨッシーさんが10何万だとか、僕が機能、はい、壊れたって言っても、僕それこそパワーウィンドレギュレーターあのモロタロウみたいなところですぐ、はいはいはい、でも言っても1万2万じゃないですか。基本的にメンテナンス自分でやるから、自分で内張り付け替えて、はい、ジュってやったんで、まあ、部品代だけですよね。プラグとケーブルとイグニッションコイルの3点セットも、純正品使っても5万ぐらいかな、5万ぐらいであればかな、うん、って考えても、どうしても必要だった整備って正直そんなもんですよ。6万か7万。2年間で。あと大半の出費って自分で突っ込みまくってるチューニング代ですからね。足変えたり、シート変えたり、GT ウィング買っつけたりとか。で、給排気いじったりとかでも自分でやってる趣味の投資だけで、もう必要に迫られてやらなきゃっていう出費って7万ですからね、僕、八部。って考えたら、果たして壊れやすい。今月の車検がいくら来るか分かんないですけど、まあそれはいつものショップに行ってきますけど、それはもう普通に普通車なんで重要なものはしますけど、まあでもね、自分でこれ買いといてって、オイル買いといてとか、うん、まあこのタイミングで、まあブレーキとかクラッチとかの、あのフルードも買いといてとかっていろいろ突っ込んでもそれですから。確かにそうですよね。それ言うと僕ももうすぐ車検なんで、今のところ一番安い車検見積もり9万円です。ああ、でしょ？だからやっぱり壊れやすいって、まあよくネットでも実際そういう人も多いんでしょ？実際に多いと思いますよ。うん、全体で見れば多いと思いますし、買ってすぐ壊れてあれもって、僕のインテグラみたいな経験されてる方も多々いらっしゃると思うんですけど、ただ、それって結局、8だから壊れる、ロータリーだから壊れるっていうんじゃなくて、私の経験上言えることなんですけど、結局、前のオーナーさんがどういう乗り方をして、どういうメンテをしてたかって、そこに尽きるわけですよ。本当に。それは動画の中でも、そのトラスト企画さんおっしゃってましたからね。うん、実際にどういうメンテナンス、どういう扱われ方をされてきたかが大事っていうのはおっしゃられてたんで、本当その通りなんですよ。そう。なのに、ただ煽って終わってますからね、あれで。だからなんか、8壊れやすいみたいな、確かにあるんでしょうけど、ただ僕もう一個思うのは、FC とか FD とかって、もうそういうコアなファンが狙って買う車だったと思うんですよね、新車の当時って。ピンポイントでそこに絞ったユーザーがターゲットとしてバチッと射止めて買う。っていうビジネスモデルだと思うんですね。なんですけど、ニートに関しては、まあそのロータリーエンジンっていうのを継続させるために、4ドア化にして、アメリカの保険料を抑えて、ちょっとフリーユースにも使えますよ。家族持ってる人でも乗れますよっていう、ちょっと今までのロータリースポーツカーと違う販売戦略をマツダが取った事実としてあるじゃないですか。そうですね。で、そのおかげで、今までそんなにスポーツカーとか車詳しくなかったけど、家族も乗れるし、ロータリーエンジン積んでるし、で、ミッションもオートマもあるし、これだったら乗れるからっていう感じで多分買って、もう本当に普段お買い物使いみたいな、ちょい乗りみたいなことしかしてない車も絶対めちゃくちゃあるんですよ。そういうユーザーさんも多々いたはずなんですよ、新車。てかもうむしろ日本はそっちの方が多いですよね。そのオイル交換すらしない人たちって多々いますしね。車壊れないって思ってる人いっぱいいますからね。普通に、ノーメンテで。トヨタが異常なだけですもんね。異常です。強すぎる。トヨタは強すぎますもんね。だみんなあれが基準なんでしょうね、きっと。日本のその車のね、壊れる壊れない基準がね。だからもうやっぱそういう、まあなんでしょうね、きちんとしたロータリーエンジンのメンテナンスの仕方とか使い方っていうのはあまり理解されない顧客っていうのがいっぱいいたはずなんですよね。2003年の LASE3P とかそうですよね。2003年、2004年とか当初って絶対そういう事実、エイドめちゃくちゃ売れてますから、世界的に見たらね、台数は結構な台数売れてますから、だったら、やっぱりそういう使われ方をされた個体が、この時代まで巡り巡って残っていると。ってなってくると、まあやっぱそれはそういうコンディションで使ってきたら、当然、ね、エンジンの寿命としては、
結構やばいのもそれはただあるでしょうっていうのも当たり前のことで、ね、エイトっていう車のその生い立ちとかメーカーさんのその販売戦略っていうところが今までの FD とか FC とかと違うターゲット層を狙って作ったっていう事実も正直エイト故障率高いっていう原因になってる一つかなとも思ってるんですよね。いや、まあ、自分もなんだかんだ、ね、マサマさんの動画とかを見たりとかして、うん、一応ある程度の安心があった中で買ってはいるけれどそれでも不安なわけじゃないですか、よく壊れるっていうから。でも蓋を開けてみたら、ね、この2年間で、まあ、水回り冷却系回りだけだったんで、何だったの、優秀です。やっぱり使い方とオーナー理解力っていうのはすごい、もう本当にそこが大きいんじゃないかなと思うんですよ。だから8が壊れやすいというよりはやっぱりどんな中古車であってもやっぱ乗り方メンテの仕方ってもそこに尽きるんじゃないかなと思うんですよね。本当にそうですよね。まあちなみに余談ですけど、僕は購入した時より今の方が指導性いいですよ。やっぱりそれはきちんとした乗られ方メンテナンスをされてるんじゃないですかね。やっぱりいや僕はもう増直さんが言ってきたことそのままやってるだけですからね。で別に、ね、自分でできないところもちろんそのディーラーとかにもお願いしてますし、まあオイルだけはまあいろいろ匠とかも試しましたけど、やっぱりそこだけは削らないで、リアルテックの RT21 をやって、うん、そうですそうですそうです。でちなみになんか僕、まあ、ちょっとまだ動画にはできてないんですけど、はい、岐阜寄ってきて浅野さんのとこに行って圧縮測定とエンジンルームなんかカメラ通したんですよ。でまあ効果は、まあ、動画で見てもお楽しみなんですけど、エンジンルームはねいい意味ですごいことになってたんですよ。いやそれは楽しみですね。いやそれはめちゃくちゃ楽しみですね。で愛情を注いで皆さんスポーツカー買うんやったら、それで壊れてしまう車だったら困るけど、そんなことないんでね。いやーそれはでもちょっとぜひあれですね、本当に映像で早く拝見したいですね。よしです、動画が公開されて、まあ、その実際エンジンルームの中とかの映像がね皆さん見てもらえる状況になったら、それこそこの添加剤とかってこういう効果があるんだって、まあ、変なしステマじゃないじゃないですか。自分がちゃんと使ってこうでしたっていうのをもう検証結果なんで、事実なんで、それはすごいいろいろ皆さん見てもらうとためになるんじゃないですかね。だからまあ今回もねこう吉田さんとコラボさせていただいてこういう内容の動画撮ってますけど、これも本当に買う人が、買ってすぐの人とか買う前にエイト検討してる人には本当に生の声として見ていただきたいですよね。実際乗ってる人の声っていうのが一番リアルな真実な武器なんで、うん、いや本当にノンフィクション作品ですからねこれね。いや本当本当そうそうそう、買って1、2ヶ月で壊れるって、それを何百台も見てきたって言ってたじゃないですか。さすがに大げさすぎないかって。意図的にちょっとね、そういう価値を下げたい、人気を下げたいっていうのはちょっと。